通りがかったら目覚ましが鳴ってたから声かけてみただけ。あんたそろそろ期末なんでしょ？みくりが昨日電話かけてきて言ってたけど、あんた期末大丈夫なんでしょうね。多分って何よ。あんた期末最悪だったら小遣い引き下げって母さんが言ってたわよ。ま、せいぜい頑張ってよ。じゃあ私会社に行くから。
本当に素敵。この色、艶やかな毛並み、何者にも変えがたいものだわ。ああ、私はあなたたちがいれば、他には何も望まないわ。なんだ、この春か。どうした、何の用だ。何なんだ。知らないな。そんなことより私からも木ノ原に質問がある。君は何をしにここへ来たんだ。まさか私の仕事を手伝うために来てくれたわけではないだろう。この間？ああ、あの時の。ああ、あれは労働の報酬だと言っただろう。気にすることはない。しかし私は君に恩を売った覚えはないし、そもそもあれは労働報酬なんだから礼を言われても困る。とにかく私は礼など言われても困る。用件はそれだけか。だったら仕事が忙しいからもう。何？しかし、ああ、ありがとう。
なに気を使わなくてもいいんだぞ。ああ、よろしく頼む。生徒会なんてこんなものさ。それよりまた借りを作ってしまったな。今度こそ借りは返させてもらうぞ。礼は何がいい？決まったか？私の家に？わかった。いいだろう。いつとは今はまだ言えないが、近いうちに来るといい。連絡するからここに君の連絡先を書いておいてくれ。約束は必ず守る。
やあ、君か。フェンシング部の練習を見に行ってたんだ。ところで、君はどうした？こんなところで買い物の帰りとか？ああ、この辺は人通りが少ないから散歩するにはちょうどいいな。まあ、まずまずといったところだ。いつもと変わりないかな。もともと部活動をやっている者は平均点以下の成績を取ると部員全員が部活動休止になるから、どこの部活もそれなりに点数はいいんだけどな。学業と両立できない部活動じゃしなくてもいいと思ってるからね。みんなテストの時期に真面目に勉強するんだよ。もし勉強が不得意なんだったらどこかの部に入るといい。勉強しないと連帯責任になるから必死だよ。ところで、まだ散歩するのか？あまり直射日光に当たるのは良くないぞ。あまり長い間帽子もかぶらず歩いているのは感心しないが、まあ私の家は近いからいいか。
ちょっと、目を覚ました？あのね、今日父さんたちと一緒に出かけなくちゃならないんだけど、あんた来る？そうじゃないけど、おじさんが入院したんですって。だから。そんな命に関わるってことじゃないみたい。ただ、あんたどこにも行かないんだったら、ちゃんとお留守番してほしいって。そう、留守番。別に、家の中片付けて、洗濯して、取り込みも完璧にやってくれれば、それからならどこに行っても構わないわよ。悪いわね。じゃあお願い。